車いすテニスのニューヒーローが凱旋です。全仏オープン、ウィンブルドン選手権で優勝するなど、史上最年少17歳で世界ランク1位となった小田凱人選手。9歳で骨肉腫を患った小田選手が、同じ病気で苦しむ子どもたちのヒーローになりたいと、自らが発起人となった岐阜市でのイベントに出席し、参加した13人の子どもたちを激励しました。世界を目指す第一歩に皆さんにとってなれば、僕としてもすごい嬉しいですし、楽しい時間を過ごして、テニスはガチで僕はやりたいと思ってます。イベントは明日も開かれ、トークショーなどが予定されています。